はい。ということで、こちら、ランチをした定食屋さんの屋根ですね。ということで、なんと、ロビーフロアから一つ降りた2階のエレベーターホールでございます。エレベーターは2機です。はい。なんとね、2階にも部屋があるんですね。で、今回泊まらせていただくお部屋、207号室か、9号室だったか忘れちゃった。はい、こちらですね。廊下広いですね。ちょっとね、このカーペットもかっこいいですね。207じゃなかったです。209なんですね。はい。ということで、奥のお部屋でございました。209でございます。はい。BLB40。ルームキーです。はい。入ってみたいと思います。はい。ということで、入りました。じゃーん。おっと。はい。ということでですね、ここ入りましたが、右側がですね、いきなりもう、水回りスペースになっております。ちょっとね、雪が映っちゃうからあんまりあれなんですけど、まあ、こんな感じのですね、シャワールームとトイレ、そして洗面台ということで、区体はね、ホテルメッツのものなんだと思うんですけど、内装はほぼほぼフルリニューアルって感じですね。なんで、まあ、新築とほぼほぼ似てるかもしれません。ドット社製のちっちゃい、このね、洗面台、あとドライヤー、ちょっと後でドライヤーのメーカー調べてみます。あとね、こちらに、歯ブラシっていうのがあります。はい。そして、トイレは、トート社製のウォッシュベッド。そして、ここですね。シャワールーム、かなり狭いんですけども、開けるとこんな感じの、はい、シャワールームになっております。はい。そして、オーランジュロゼの、トイレだという形ですね。シャワーは、リクシルですね。リクシルのリナックスのシャワーになっております。はい。ということで、ちょっとね、カラーがね、ヘールグリーンっぽくて可愛い感じの壁紙がここにあります。で、こちらの方にはですね、こういった形で姿見、それから、靴べら、それからスリッパ、そして上の方にはね、消臭スプレーと、それからハンガーがあります。こちらの水漏れの方はですね、ここで、こういった形で、自動で閉めれるようになっております。はい、そしてお部屋こんな感じでーす。じゃーん。はい、ということでね、今日もね、オープン初日泊と。ということで、最近ね、アパホテルと、まあ、オープンした店が続いておりますが、まあ、こんな感じの部屋で、なんか、おしゃれじゃないですか。とてもスタイリッシュで、失礼ですけど、赤羽よりいいですね。はい、ということで、ちょっとこっちから見ていきたいと思います。はい、大型のテレビですね。このテレビも多分新しく入れ替えてますね。なんで、もうほぼほぼ新築という感じでしょうかね。ソニーの大型、42インチぐらいあるんじゃないかな ?40 インチかなっていう感じになっていて、ここがバーコーナーです。はい、ここにね、まず電子ケトル、まずドリテックの電子ケトルですね。そして、コーヒーカップ。これはプラスチックかな?ただね、そこに、こういった形でコーヒーのドリップコーヒーあります。はい。そして、ここにはワンドアタイプの冷蔵庫ですね。三菱電機エンジニアリングのワンドアタイプ冷蔵庫です。そして、ここにリュームウェアがなんと袋に入ってあります。ちょっと後でね、開けてみたいと思いますが。そして、ダブルサイズのベッドと。いう感じで、ダブルといってもなんかもっと広いイメージですね。150ぐらいありそうな感じがします。で、ここにね、おしゃれな感じで、テープセットが置かれております。はい、ということでね、色がね、とてもね、シックで、可愛いです。おしゃれ。天井までブルーなのが、いいです。はい、ただね、ちょっとね、2階なんでね、残念だってね、ずいぶん早く予約したから、上の方かなと思いきや。ここに一応これがあります。窓、開けてみたいと思います。せーの、ドン。はい、ということで、あ、2階だけどトレインビューじゃん。ね思いっきり。はい、という感じで、2階ですけど悪くない眺望でございますね。はい、という感じになっております。よいしょ。はい、天井の高さはですね、まあ高くはないな、やっぱりね。ちょっとね、建物も区体が古いからね、240ないかな。240ぐらいか ?35 ぐらいな感覚的になります。のイメージで、そしてエントランスもこんな感じになっております。以上でーす。あ、エアコンもここに埋め込まれております。はい、以上でございます。
今回泊まらせていただいたお部屋、シングルルームです。ベッドタイプがですね、140センチメートル幅、ダブルサイズ。マットレスは下座座製でした。食事の室の周りで広さが15平方メートル。料金がですね、税込みで8700円です。今回選んだポイントは、オープン初日枠というところと、このね、B40 ブランド。まあ、東京ではね、先日赤羽泊まってますけれども、まあ、今回ね、田端ということで、これによってね、B40 の進化が問われるかなという感じでございました。今回予約はね、じゃらん系で予約をさせていただいております。今回のハイライトメンズ、こんな感じになっております。これホームページからピックアップしたものなんですが、実際よく見るとですね、水漏れの分ちょっと違うんですけども、これをね、自分で書き直して明日アップするより、今日中にアップする方を優先しました。はい、ということでね、右上入って、右側が水回りなんですけども、この図面はユニットバスですけども、今回のユッキーの泊まったお部屋はシャワーのみでございまして、シャワーとトイレと洗面台という形になっております。奥の方にですね、テーブルセットとダブルベッドがありまして、足元の方にテレビがあって、ベッドのところの壁にですね、大きめの窓があるという感じでございます。209号室、南西向きの部屋、面積15平方メートル、天井高は240センチメートルの部屋でございます。数字で見るエレベーターです。はい、ということでね、まあ今だいたい触れたんで省略させていただきますが、Wi-Fi のスピードがですね、充実してたという感じでございます。はい、オープン初日で宿泊させていただいております。客室のバリエーションです。はい、シングルはですね、こういったユニット場所のタイプと、それからシャワータイプ、シャワーブースタイプ、それからトレインビューっていうタイプがあります。はい、あとダブルとかでね、シニツインっていうのがあって、シアタールームっていうのもある形になっております。こちらというのはこんな人向け、まあビジネス、プライベート、双方対応できるかなと思いますね。駅地下で地下朝のホテルを探している人、あとはね、スタッフがいないホテルの方が気が楽な人、あとここに書いてないんですけども、まあトレインビューとかね、あとね、シアタールーム、求めてる人にもいいかなというふうに思います。はい、実際にね、ターゲット若い人かなと思ったら泊まってる人はですね、ほとんど年配の方ばっかりでしたね。やっぱ場所柄ですかね。はい。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。こちらのですね、ホテル B40、田端、これ B40 って言うんですけども、もともと、こちら、ホテルメッツ田端として運営されていた建物をですね、2022年3月31日に閉館いたしまして、その後、1年半ぐらいかな、かけてリニューアル工事をしてですね、今回、新たに、2023年11月17日、本日、ホテル B40 田端としてリブランドオープンしたホテルになってます。まあそういう意味ではね、厳密に言っちゃうとリブランドオープンなんだけど、もうね、区体以外は全部新しくしてるので、まあ新規オープンと言っても差し支えないかなぐらいな感じではございます。運営はですね、JR 東日本のホテル運営会社であります、日本ホテル株式会社です。日本ホテルはね、ハイグレードのホテルからビジネスホテルまで幅広いジャンルのホテルを運営してますけれども、このね、B40 というブランドは新しいコンセプトのものでございまして、宿泊特化型で、スマートチェックインができるですね、若者ターゲットとしたホテルになっております。B40 はね、トラベル、トレイン、タイム、トラストという4つの T から作られております。まあ、事前にスイカに登録するとですね、チェックインとか部屋に入れるスマートキー代わりになるということでなっているのが特徴になってます。まあ、今回はね、オープン初日である、本日宿泊させていただいております。進行形です。ホテル B40 の最寄り駅は JR 山手線のですね、田端駅になってまして、北口から、徒歩2分ぐらいですね、改札を出て右側に行きまして、線路の上の橋を渡ると右側にあります。ちょうど橋を挟んでですね、JR のオフィスのビルが、対面にあるという感じになっております。まあ、駅からのデッキから入るためですね、3階っていうラインが、フロントのあるラインになっていて、ここに、フロントのカフェも入ってます。まあ、事前にね、スイカに登録しておくとスムーズにチェックインできるらしいんですけども、まあ、前回もあまりスムーズじゃなかったので、今回はね、通常チェックインでやってみました。まあ、ちなみにね、ターゲットは若い世代なんだと思うんですけども、場所的に年配者がほとんどみたいで、みんなスマートチェックインしてなかったんですよ。なんでね、チェックイン機に列ができてまして、スタッフもね、誰もいなかったんで、この辺ちょっとね、課題かなと思いましたね。やっぱりね、同じコンセプト、同じというか、あらゆる場所でっていうのはね、無理があるなというふうに、ちょっと個人的には思いました。はい、それではですね、ホテル B40 田端のベッドチェックになります。こちらのベッド、結構ね、布団がね、横長いから140以上あるかなと思ったら、マットレス自体は140の幅ですね。で、長さが195、高さが布団の上部で62cmぐらいです。はい、そして今日のルームウェア、ちょっと見えないかな、普通のね、普通じゃないか、ワッフルの上下セパレートのルームウェアになっております。まあ、この後見れると思うので、
はい、ではちょっと倒れ込んでみたいと思います。せーの。おお、なんかちょっと思ったより固めなベッド、マットレスですね。もう一回いきます。せーの。お部屋の方はですね、ペールグリーンをアクセントカラーとしたシックモダンなインテリアで、内装とか設備はすべて新しいものに入れ替えているので良かったですね。まあ、ベッドも新しいものになっていました。ダブルベッドにね、テーブルセットというレイアウトになっています。窓もね、大きめで木側だったんでね、2階だったんですけども、眺望はありました。ただね、ちょっとね、建物が古いからか、窓の外側の清掃まで徹底しなかったみたいで、窓は綺麗ではなかったです。今回の部屋はシャワーだけの部屋だったんですけども、ユニットバスの部屋もあります。こちらのホテルにはですね、専用のレストランないもんですから、朝食プランというのはないんですが、3階のプラントでね、7時から空いてるようなので、朝食を食べることはできるようになってます。雪材でございます。はい、こちらはね、赤羽と違って基礎の建物をそのまま活用して内装だけ変えた形ではあるんですが、まあ、ホテルメッツだったということもあってか、駅前の割にはね、面積が15平方メートルからという形で、ちょっと広めなのが良いのと、1階にですね、カフェが入っているのがいいなと思いました。ホテル別の時代98室だったのが、このホテル B14 になって99室になってるんで、おそらく共用部分というかね、コインランドリーとか、喫煙室とか、そんなものを削ったんじゃないかなというふうに勝手に推測しました。ゆきのレビューです。はい、ということでね、ちょっと変わったダイヤモンド系になってますが、お部屋、設備品は整っていたので4つさせていただきました。その代わりね、水回りは、シャワーのみでちょっと狭めでですね、感じだったに、サービスも特に無料サービスないし、友人でなくて無人だったので2とさせていただいております。環境庁は以下近くて長文もそこそこあったので4とさせていただきました。よかったらね、残念だったらね、ここに書かせていただいております。はい、これまで触れてるのでね、省略させていただきたいと思いますが、残念だった点はですね、アメニティが歯ブラシのみなんで、他のもの必要な方は一前に用意してくる必要があります。あ、入浴剤ってホームページに書いてあったんですけど、ちょっと見つけられなかったですね。はい、ま、あとね、さっき触れたチェックインが結果むしろスマートになってないっていうところがありました。はい、ということで総合満足度、今回は A とさせていただきました。まあ、ちょっとね、チェックインの問題あるにせよ、赤羽と比較するとね、面積も広めで、設備も十分で快適に過ごすことができました。まあ、駅近ですしね、カフェもあって、便利だったかなというふうに思います。お得でございます。今回妥当とさせていただきました。まあ、ちょっと悩んだんですけども、まあ、駅から近くてね、建物古いんですけども、綺麗だったんで、総合的に考えて妥当のラインかなというふうに思います。ということで、昨日との状況、まあ、じゅっとここで書かせていただきました。この中でもね、安い方の分に払えるかなというふうに思います。他のホテル興味のある方は動画の説明欄に各ホテルのリンク記載したので参考にしていただけたらと思います。はい、最後にランチを食べたところ、ダルマイ食堂というですね、昔からある食堂ですね。はい、ちょっとね、ホテルから階段降りてすぐで、まあ、こっちの食堂側から撮るとこんな感じの位置関係になってるんですけども、はい、ここでね、昔ながらのこうおかずをまず選んで、それにライスと味噌汁をつけるというタイプで、まあ、結果ね、ちょっと高くはなっちゃったんですけども、美味しくいただくことができました。ランチだとね、ちなみに、バナナがおまけでついてくるようでございます。はい、ということで、ホテル B40 田畑、紹介させていただきました。早めに公開させていただいたので、ぜひ予約入れていただけたらと思います。それではまた。